こんにちは、司会のマリサだぜ。アシスタントの霊夢です。このチャンネルにお越しいただきありがとうございます。さて、今回解説する武将はこのお方。尾張が生んだ戦国のスーパースター、あの織田信長のお父様、織田信秀だぜ。じゃあ早速始めていくぜ。ちょっと待ちなさいよ。なんだ、邪魔すんなよ。いや、織田信秀って昔解説したじゃないのよ。まあそうなんだが、いろいろあってもう一回作り直そうって思ってな。いろいろって一体何があったのよ。メインチャンネルの記念すべき第1回目の解説動画がこの織田信秀なのだが。そうそう、ここからメインチャンネルは始まったのよね。チャンネル解説当初のまだ動画制作に慣れてない時期に作ったってこともあって、今見返すとかなり見にくい動画になってしまっているってことがずっと気になっていてな。まあ確かにコメント欄で視聴者さんからの指摘も来てたもんね。ってことで今回改めて作り直すことにしたのだぜ。ふーん、なるほど、そういう理由ね。つっても内容的にはリメイク前とそこまで変わりはないから、旧バージョンの動画を見たことある人はその辺はご了承くださいって感じだぜ。まあ旧バージョンを見てくれた人にも改めて楽しんでもらえると嬉しいわね。ってことで解説を始めていくぜ。オッケー、よろしく。まず信秀を解説する前に織田氏のルーツについて少し触れておくぜ。織田氏は元をたどれば越前、今で言えば福井県の北部にルーツがあるらしいぜ。もともと尾張にいたわけじゃないのね。そうらしいぜ。そこで神職についていた一族らしいのだぜ。それから後に越前の守護のしばしに使えるようになったらしいぜ。まあ一体どういった経緯でしばしに使えるようになったかはよくわからんらしいが、その辺は曖昧な感じなのね。そういうな、なんせ資料が少ないので断定できないのだぜ。信長様は超有名なのに、そのご先祖様は謎な感じなのね。しけのしばしは室町幕府の名門で、当時は信濃、越前の守護を兼ねており、後に尾張の守護も兼ねるんだぜ。このタイミングで織田氏も拠点を尾張に移して守護大の地位についたようだぜ。ここで尾張に移住するのね。さらに後に応仁の乱が起こると、しけのしばしが二つに分かれて戦うんだぜ。この時織田家も伊勢の神家、大和の神家の二つに分裂するんだぜ。もともとの着優は伊勢の神家の方なのだが、大和の神家が幕府の指示を得て守護大に任命されるぜ。で、そこからなんだかんだあって、大和の神家の方が尾張を守護大として支配していくのだぜ。この時に活躍したであろう家が三つ、大和の神家の下にあるんだぜ。それが稲葉の神家、東西門家、壇上中家だぜ。この三家は清須三奉行と言われていて、最後に出てきた壇上中家が信秀信長親子のルーツに当たるんだぜ。っていうか、織田家どんだけあるのよ。私パニックだわ。ちょっと整理しましょ。守護大の分家のそのまた下の、三つのうちの一つということは、ああ、当時の感覚で言えば、信秀信長親子は家柄的には全然大したことない家の出身なのだぜ。なるほどね。信長様が成り上がり者扱いされていたっていう理由はこの辺にあるのね。そうなのだぜ。後に戦う駿河の今川家や甲斐の武田家とは比べ物にならないほど、織田家は低い家柄なんだぜ。何せあっちは源氏の流れで、れっきとした守護大名家だからな。そんなルーツを持つ織田信秀は、1511年に尾張で織田信貞の子として生まれたぜ。ようやく信秀出てきたわね。その信秀が一体いつ信貞から家督を継いだかは、これまたはっきりしないぜ。おそらくは1526年から1527年の間と言われているぜ。この辺りで父親から居城である諸畑城を引き継ぐぜ。この諸畑城はかなり立派な城だったらしいぜ。城を訪れた公家の山科時継が目を驚かせたと言ったほどだったらしいな。ってことはかなりのお金持ちだったのね。そうだな、相当持ってたようだな。父親の信貞の頃から対馬を抑えていたからな。この対馬は今も続く全国的に信仰されていた対馬神社の門前町なんだぜ。門前町ってのは何なのよ。門前町ってのは有力な寺院や神社の周辺にできた町のことだぜ。大規模で多くの参拝客を集める神社や寺院の前に、関係者や参拝客を相手にする商工業者が集まってできるんだぜ。しかも当時の対馬は今のように内陸ではなく港町だったんだぜ。太平洋側から船を使ってたくさんの参拝客、その参拝客目当ての商売人たちで溢れていたんだろうな。ってことでこの場所に落ちるお金の額はかなりのものと思われるぜ。そんな金のなる町の利権を信貞の代から抑えていたのね。さらに信秀は対馬と同じく港町かつ門前町の厚田を支配下に置くぜ。また金のなる町をゲット。この二つの町の強力な財力をバックに、信秀は尾張の実力者にのし上がっていくぜ。漁場に公家や尾張の黒人たちを招いて、連日蹴鞠の会や歌会を開催。朝廷や尾張の黒人たちとの太いパイプを作っていくぜ。ブルジョアの戯れが、人脈を生んでいく。
家老の平手正秀ですら、相当金持ってたらしいからな。おそらく本家をしのぐ財力を持っていたようだぜ。着実に力をつけてきた信秀は、駿河の今川氏の支流である名古屋今川氏から、名古屋城を分取るぜ。分取った名古屋城は改築、後に信秀はこの城に引っ越すぜ。今の名古屋城とは違うお城なの。こっちの名古屋城は1582年に廃城になるぜ。で、その名古屋城のあった場所に、約30年後徳川家康が息子の一人のために建てたお城が今の名古屋城らしいぜ。ま、それは置いといて。こうして尾張の東を制圧した信秀は、次のターゲットを西三河に定めるぜ。それで、当時の三河はどんな感じだったの？ぶっちゃけかなりごちゃついてた感じだな。松平清康が台頭して勢力を拡大していたが、家臣と揉めて刺されてしまうぜ。これが森山崩れという事件だぜ。1535年の話だ。っていうか松平清康って誰よ。毎度おなじみのって感じで出されても困るわ。いや、本人の知名度はともかく、この人の孫ちゃんはみんな知ってると思うぞ。ヒントは三河で松平姓だな。三河の松平、ああ、ひょっとして。そうだぜ。徳川家康のおじい様なんだぜ。かわいそうな竹千代くんの幼少時代の受難は、この事件も関係しているのだぜ。ちなみにこの事件の前年の1534年に、信長様が生まれているぜ。さらっと戦国の魔王誕生。まあ、それはそれとして、この森山崩れで三河がごちゃついてるのをチャンス、と見た信秀は、1540年に三河へ進軍、西三河の要衝である安城城という城を攻略するぜ。相手の弱みにつけ込んで、実に戦国らしいわね。三河の一部を勢力下に置いた信秀は、またせっせと朝廷や地元の寺社との関係強化を図るぜ。溢れる金に物を言わせて、自身の菩提寺である万象寺を建立したり、伊勢神宮に寄進したり、皇居の修理費用を気前よく払ったりしているぜ。ちなみに、万象寺はあの伝説の信長様末光ぶちかまし事件の現場だぜ。ああ、この時期に建てられたのね。そして後にここでぶちかましたのね。ちょっと話が前後するが、信秀は三河へ勢力拡大を図ると同時に、北にある美濃にも攻め込んでいるぜ。相手はあの斎藤道三だぜ。美濃のマムシの登場ね。この頃の道三は美濃の守護である時頼武を追放し、その弟の頼明を守護に立てるぜ。その頼明を補佐する形で美濃の実権を握るぜ。本筋から離れてしまうので割愛するが、ここに至るまで道三はいろんな暴虐と裏切りを駆使し、この地位を手に入れているぜ。さすがマムシ。そんな道三に追放された時頼武はもう亡くなっていたらしいが、その息子の頼澄は越前の朝倉氏に保護されていたぜ。そして頼澄は美濃への復帰を願っていたぜ。当時の朝倉家の当主、高影もそれを応援していたようだぜ。そんなわけで斎藤氏と朝倉氏の関係はこじれていたようだな。それで、なんで信秀がそれに絡んでいったのかしら。ま、これは試験になるのだが、信秀にしてみたら道三みたいにのし上がるためなら手段を選ばない奴がすぐ北の美濃にいたんじゃ、いつこっちに攻め込んでくるかわかったもんじゃないからな。朝倉は朝倉で守護の後継ぎをサポートする形で、美濃に影響力を持ちたかったんじゃないかな。ふむ、お互いの利害は一致しているようね。で、この後はどういう展開になるの？1544年に信秀は朝倉氏と共に美濃に攻め込むぜ。そして稲葉山城を包囲するぜ。囲まれた。マムシピンチね。織田軍は近くの村々に放火したりしながら、城下町まで攻め寄せたそうだぜ。が、ここまで攻撃されても道三は城にこもったままだったぜ。村が燃やされても動かない。道三、鬼ね。とうとう日が暮れ始めたんで、信秀は一旦軍を引き上げるように命じるぜ。引き上げるために織田軍が背後を見せた。その瞬間だったぜ。突然城から斎藤軍が出撃、不意をつかれた織田軍は斎藤軍にフルボッコにされてしまうぜ。南に向かって逃げたそうだが、逃げた先は木曽川に遮られていて、さらに大勢が兵が溺れてしまうぜ。ま、乾杯ってやつだぜ。これを狙ってたのね。マムシ、恐ろしや。でも、ここからが信秀のすごいとこなんだぜ。なんとか終わりに逃げ帰った信秀は、朝廷からの使者を盛大におもてなしするぜ。ボロ負けの直後にもかかわらずだぜ。どんだけずぶといのよ。鉄のハートね。信秀って全くめげないんだぜ。ちなみにこの2年後に信長様が元服しているぜ。魔王、成長中。で、元服間近の信長に名古屋城を譲って、信秀は古渡り城へ引っ越すぜ。これで2回目の引っ越し。よく引っ越すわね。そうなんだぜ。信秀信長親子は戦国屈指の引っ越しマニアなんだぜ。いやなんなのよ、引っ越しマニアって。ま、これについては最後に語ろう。ちょっと待ってくれ。引っ張るわね。そんなわけで北の美濃方面の軍事行動はいまいちだったが、東の三河方面は比較的順調だったようだぜ。それでだな、織田家が終わりから東の三河へ勢力を拡大すると、どこ勢力とぶつかりそうだ。
駿河遠江の今川家ね。やばい相手じゃないの。この頃の今川の当主は、ご存知今川義元だぜ。信秀は三河の重要拠点、岡崎城を奪おうと安城城から軍を派遣するぜ。それを聞いた今川義元は、今川家の誇る最強ブレイン、大元節祭を対象とした軍を派遣するぜ。その節祭って人はすごい人なの。もしこの人が生きていたら桶狭間の戦いでの敗戦はなかった、とも言われているほどの人物だぜ。そんなヤバい奴が大将なのね。信秀は大丈夫なのかしら。織田、今川両軍は小豆坂という場所で激突するぜ。が、しかし、信秀は敗れてしまって古渡り城へ撤退、安城城には息子の織田信広を残し守らせたぜ。が、この戦いはいまいちよくわからないのだぜ。どうしてなのよ。織田方の資料と今川方の資料で、時期も結果も食い違ってたりするしな。2回あったとか、いや1回だけだったとか、研究者さんたちの間でも意見が分かれているようだぜ。気になるわね。まあ、それはさておき、安土坂で敗れた信秀に、さらなるピンチがやってくるぜ。信秀大丈夫かしら。信秀が身の攻めに先立って占拠していた大垣城を奪還しようと、斎藤軍が攻め寄せてくるぜ。それに応じて信秀も居城の古渡り城から、大垣城の救援に向かうぜ。前に溺れた木曽川を渡って美濃へ乱入、あちこちに放火、ビビった斎藤軍は稲葉山城へ撤退したぜ。また放火。信秀放火好きね。ああ、信長信秀親子は、放火好きって共通点があるように思うんだぜ。ろくでもねえ共通点だな。で、この件も後で説明してくれるの。いや、この件は全く確信が持てないので放置だ。なんじゃそりゃ。まあそういうな。信秀の放火は相手の撹乱が主な目的って印象だが、信長は完全に殲滅目的の放火だからな。性質が違うように思うぜ。まあ、いいわ。話を戻しなさい。まあとりあえず次に行くぜ。大垣城に出陣している間、なんと居城の古渡り城が味方のはずの清須の兵に攻撃されるぜ。この事件は守護大助の重臣たちの仕業とされているぜ。あれま、今度は内紛発生ね。この頃はもう三河美濃ともに信秀の軍事行動はうまくいってないようだからな。これに乗じて尾張の支配権を握ろうとしたのかもしれないぜ。かくして信秀は、三河美濃そして尾張の内紛と敵を三正面も抱えることになってしまうぜ。やばいわね。信秀大ピンチじゃない？さすがにこれはやばい、と信秀も思ったんだろうな。清洲州と道産とは和睦を進めるぜ。清洲州には家老の平手正秀を交渉に当たらせ、道産とは嫡男の信長と道産の娘の貴重との婚姻を画策するぜ。これは両方とも無事に成功するぜ。ついこの前フルボッコされた相手との同盟。これも戦国ね。終わり内部と美濃の問題をなんとか片付けた信秀は、三河方面に集中できるようになったぜ。そしてこの頃にまた引っ越しするぜ。今度は末森城という城を拠点にするぜ。どんだけ引っ越すのよ。でもこれが信秀最後の引っ越しになるのだぜ。そして、この辺りから信秀の勢いが弱まっていくのだぜ。この頃今川が西三河へ侵攻、安城城に攻めてくるぜ。首相の信広は降伏、捕虜になってしまうぜ。息子がとっ捕まっちまったのね。ここで織田今川間で人質交換の交渉が行われるぜ。この頃熱田では、松平竹千代くんが人質として暮らしているぜ。竹千代くんはどのタイミングで織田の人質になったのかしら。1547年頃と言われているな。竹千代くんの父、松平広忠は今川への服属の証として嫡男の竹千代くんを駿府へ人質として差し出すことにしたんだぜ。お供に付き添われて岡崎城を出発した竹千代くんだったが、途中で厚見郡田原の黒人戸田氏に拉致られてしまうんだぜ。それから織田氏へ引き渡されてしまうんだぜ。この戸田氏はそれまで服属していた今川氏から、織田氏への理解ようとしてたって話だぜ。この時喜んだ信秀から褒美として、千百貫受け取るぜ。哀れ竹千代くん、百貫で売却される。余談だが後にこの戸田は、神君家康様を百貫で売り飛ばした超極悪人という最大級の汚名を着せられるぜ。ってことに昔はなってたようなんだが、ん？ってことは今は違うってこと？実は信秀と戦って負けた竹千代の父、松平広忠が降伏の証として竹千代を人質に出したって話もあるぜ。そっちの話はなんか普通って感じね。そうだな。普通すぎて全くもってつまらん。まあ、実際はそんなもんだってのはよくあることじゃないの。まあそれはわかっちゃいるんだけどな。ともあれ、竹千代くんと織田信広との人質交換は無事成立。信秀は息子を取り戻したんだが、長年維持してきた西三河の重要拠点である安城城を失ってしまうんだぜ。さらにこの前後から、信秀の体調が悪くなってきている、との資料もちらほら見受けられるんだぜ。城も取られて信秀の体調も悪くなってきて、織田家これからどうなっちゃうのかしら。人質は取り戻したが、今川との戦いは依然継続中だぜ。
1550年頃にはとうとう尾張領内にまで攻め込んでくるんだぜ。なんとか支えて領内深くまでは進行させなかったようだがな。本当にヤバいわね。滅ぼされるんじゃないかしら。が、ここで今まで培ってきた信秀の人脈が生きるんだぜ。室町幕府の将軍、足利義藤が両者の仲介に動くんだぜ。かの有名な剣豪将軍ね。そうだな。神道流の達人だったらしいぜ。剣豪って素敵よね。で、その剣豪将軍義藤は公家の実力者を使って信秀との和睦を義元に働きかけるぜ。なんとか講和は成立し、当面のピンチは脱するぜ。おめでとう信秀。これでピンチは乗り切った。が、しかし、この講和の翌年、体調不良を抱えていた信秀はとうとう亡くなってしまうぜ。葬儀は菩提寺である万象寺にて、国内の僧侶300人を集めて盛大に執り行われたらしいぜ。そんなに僧侶たちを集められたのか。やっぱ信秀は終わりじゃ相当な実力者だったってことね。ここで信長がかの有名な真っ向ぶちかまし事件を起こし、信秀の残した諸問題も含めて織田壇上中継を継承するぜ。以上、これが織田信秀の生涯だぜ。なんかずっとピンチと戦ってたような人生ね。そうだな。こうしてみると壮絶だぜ。で、信長はこのお父さんから何を学んだとあんたは考察してるのかしら。では最後にその話をするぜ。まずは引っ越しの件から行くぜ。そういえば信秀は3回も居城を移してるわね。ああ、信長様もコロコロ居城を変えているぜ。名古屋城、清洲城、小牧山城、岐阜城、安土城と4回だな。そうなの。ああ、武田氏は躑躅ヶ崎館から動かなかったし、北条氏は小田原城、上杉氏は春日山城から動こうとしなかったぜ。それが当時の常識だな。武士はその土地を守るために頑張るもんだぜ。この親子はどうして居城をコロコロ変えたのかしら。その方が便利だと気づいたからだろ。なんて単純な理由。武田信玄なんて、甲府から100キロぐらい離れた川中島へ行くのに宿泊してたらしいからな。もっと近くに引っ越せば謙信とも戦いやすかったろうに。でも引っ越さなかったんだぜ。これはお世辞にも合理的とは言えないな。それに比べて信秀は、国内外での様々な問題に対処するため、その時最適な場所を選んでいるようだな。で、信長の場合は引っ越しの度にどんどん京都に近づいてるぜ。ふむ。信長は信秀から便利になるなら土地に縛られずに、どんどん引っ越してもいいって学んだのかもね。そうだな。その方がどう考えても合理的だぜ。でも当時の武士はそういう考えにはなかなか至らないのだぜ。ここがこの親子のすごいとこなんだぜ。経済政策についてはどうなのよ。信秀は商業振興を中心とした経済政策をとっていたぜ。商業都市の津島と厚田を抑えていたわけだしな。商人を町に引き入れて商業を活性化させて税金を徴収するって感じにな。今の感覚で言うと町に企業を誘致して法人税で儲けるみたいな感じね。近いかもな。この辺は信長も引き継いでさらに発展させてるぜ。楽市楽座で経済特区みたいな場所を作ったりしてな。さすが戦国の革命児。でも楽市楽座に関する信長の書状って3つぐらいしか見つかってないらしいんだよな。は？そんだけ。反対に座の権利を認めた書状って、たくさんあるらしいぜ。基本的には座に管轄させた方が、商業活動がスムーズにいくだろってのが信長様の考え方だったようだぜ。まあ、楽市楽座がメインというよりは、基本的に座の権益が優先だよ。でもこの場所では座は関係なく自由に商売していいよ。って感じだったんだろうな。信秀も座の権益を保護してたようだぜ。か、革命時のイメージが、次は朝廷を含めた権威者に対するこの親子の対応を見ていくぜ。これは両者で違いが出そうね。信秀は朝廷とかと仲良しだったようだけど、信長は権威バスターなイメージだもの。ああ、信長の場合は将軍足利義昭を傀儡にした挙句追放したり、比叡山を焼き払ったり、天皇を退位させようとした、とかしないとかのことかな。まさに権威バスターね。さあ、それはどうかな。最近の説では足利義昭に対してはかなり気を使っていたってことが分かってきているぜ。京都や畿内における将軍としての権限も認めてたようだしな。本格的に敵対しだしたのはあの武田信玄が西へ向かって攻めてきた頃からかな。信玄の侵攻でパニクった義昭が先に信長を見限ったって感じかな。それまでは仲良くやってたみたいだしな。むしろ権威にべったり、朝廷に対しても信秀同様に皇居の修繕にも費用を出してるしな。修繕というかむしろ全面的な改修工事で丸2年かけてやったらしいぜ。信秀より徹底して保護してる感じだな。自社勢力に対しても信秀同様、基本保護の姿勢をとっているぜ。津島と厚田は自社の影響が強い門前町だしな。終わりの経済を安定させるためにも保護した方がお得だぜ。ただ武装して敵対してくる一向宗や比叡山は容赦なく叩き潰したけどな。
まあ比叡山に関しては、例の焼き打ちに至るまではかなり下手に出て交渉していたらしく、焼き打ちって言っても、実は建物焼いただけだったんじゃないかって話もあるな。ああ、また信長様の革命児としてのイメージが崩れていく。もういいわ。次は戦闘についてはどうなの？これも共通点が多いな。この親子は籠城という作戦は一切取らないのだぜ。信長様って籠城したことないの？唯一あるとすれば本能寺かな。まあ、あれを籠城戦って言っていいのかわからんが。なんで籠城しなかったのかしら。この親子は城を軍事要塞ではなく経済拠点として考えてたように思うぜ。籠城したら城下町に被害が出るだろ。経済活動にもろに影響が出てしまうぜ。そういう考え方なのね。で、ちょっとあんたに言いたいことがあるわ。私が昔持ってた織田信長のイメージと全然違うんだけど。うん、まあそうだろうな。世間では未だに信長イコール改革者のイメージがあるからな。最近それが変わってきたと。近年の研究では中世権威大好き武将ってイメージもついてきているぜ。信長って実は非常にうまく中世権威と付き合いながら勢力を拡大していた武将だからな。まあ、その辺はいずれどっかで語ることになるだろうが。ここまで解説した通り、信長が取った朝廷政策は父親の信秀の影響が大きかったように思うぜ。お父さんがせっせと朝廷に奉仕してたのを見て、これは使えるって思ったってことね。信長のすごいとこは革新性ってよりは、むしろその学習能力の高さだと私は思っていてな。例えば本願寺や雑賀衆の使う鉄砲戦術に偉い目に遭わされたとしても、後の長篠の戦いで武田家相手に今度は自分が鉄砲の大量運用をしてみたり、さらに毛利村上水軍に木津川口の戦いで怒られた時も、水軍の再編してリベンジしたりって感じで、失敗から学んでより大きな結果を出しているぜ。言われてみれば確かにそうよね。そんな信長が最初に学んだ相手が、父親である信秀だったと思うんだぜ。最後に信長が信秀から学んだ一番大きなものについての話をするぜ。一番大きなものって何よ？それはどんな逆境にもめげない強さだぜ。信秀は北は斎藤氏、東は今川氏、さらに終わりのない奮闘、三つの敵に囲まれても諦めず交渉や婚姻を駆使して乗り切ったぜ。そういえば信長も囲まれてたわね。それも信秀よりも盛大に。そうなんだぜ。信長も包囲網を敷かれても、諦めることなくあの手この手で乗り切っていくぜ。信秀も稲葉山城を包囲して壮絶な返り討ちにあった時も、全くめげずに帰国後絶対に勤しんでいるぜ。息子の信長はというと、実はよく負ける武将でもあったんだぜ。そうなの。日本の半分征服するくらいだから、負けないイメージあるけど。いや、信長の戦の勝率は実は約7割だぜ。結構負けてるんだぜ。上杉謙信や武田信玄などの勝率9割超えの化け物たちとは比較にならないんだぜ。案外弱いわね。でも一度の敗戦ではへこたれず、肝心な戦いでは万全の準備をして絶対に負けないんだぜ。その精神は信秀の影響が大きいと私は思うんだぜ。こうしてみるとこの親子共通点が多いわね。そうなんだぜ。これが信秀を解説したかった理由だな。なるほどね。ってそうだ、一個聞き忘れたことがあるわ。なんだ。この親子の仲は、実際のところどうだったの？真っ向ぶちかまされるくらいだから、仲悪そうな印象あるけど。ああ、その話か。それは正直なところ、よくわからないぜ。信長が信秀のことをどう思ってたか、それを明確に示す資料はないんだぜ。じゃあ、結局あの真っ向ぶちかまし事件は、信長がどういう心理でやったのかはわからないってことね。信秀が信長のことをどう思ってたかも同様だな。なんかすっきりしないわね。まあ、いろいろ想像はできるが、実際のところは当人たち以外は知る由もないぜ。そもそも19歳の若造のやったことだしな。何か深い意味があったのか、なんとなくやっちまったのか。まあいいわ。今回は信長が父親の影響を大きく受けていたってことが分かったことで良しとしてあげるわ。そう言ってもらえるとありがたいぜ。ってことで、そろそろ締めるかな。さて皆さん、今回の武将はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは皆さん、またね。